プレストウィックは、スコットランド南西部、サウスエアシャーに属する町。2001年国勢調査時の人口は14,934人であった。グラスゴープレストウィック空港があり、欧州の各空港との間で多くの旅客機、貨物便を取り扱う。プレストウィックゴルフクラブでは1860年から1872年まで全英オープンが開かれた。 スコットランド南西部、グラスゴーの南西4 8トルに位置する。南でエアというここよりは大きな町に接し、北ではモンクトンという小さな村と隣り合う。市街は鉄道の線路に沿った大通りによって2つの地区に分けられているが、住民のほとんどは通りの東側に住んでいる。東側はショーファーム、マーチバーン、グレンバーン。 パウミル、キングケース、ムアフィールドなどの地区からなり、議会も東側に置かれている。プレストウィック自由民会館プレストウィックという地名は、古英語から来ており、プレストは、司祭、ウィックは、農場王という意味を持つ。もともとは、変皮な聖職者の農場だったのである。ロバート一世からジェームズ一世までの歴代の王は、プレストウィックかトルーンあたりの海岸を案略した。 ロバート一世がその水でハンセン病を癒したことで知られる青年に安協会の井戸は現在も存在する。1000年以上も自治都市であったが、1840年代に鉄道が開通し、グラスゴーの中流階級が沿岸に別荘を建てるまでは乾燥に過ぎなかった。グラスゴープレストウィック国際空港は1930年代から、 第二次世界大戦期まで重要な玄関口であった。1930年代中頃には、プレストウィック空港を拠点とする、フライトスクール運営会社スコティッシュアビエーションが設立され、後に航空機メーカーとなった。アメリカ空軍が同空港に基地を置き、1960年代には、搭乗機の燃料補給が滞ったエルビス・プレスリーが足止めを食らっている。 80年代から90年代にかけて、スコットランドの主要空港としての地位が低下したことで、利用者数も急減したが、米軍機は現在でも多い。2005年7月にグレイイーグルズで開かれた主要国首脳会議では、各国首脳が利用した。現在、同空港には、ライアンエアーやウィズエアーなどの格安航空会社が乗り入れており、滑走路の近くには、米システムズ、 グッドリッチ、スピリットエアローシステムズ、GE アビエーションなどの航空企業が関連施設を構えている。ライアンエアーもメンテナンス施設を置いている。イギリス海軍も HMS ギャネット、艦隊航空隊基地を置き、レスキューヘリなどを配備している。鉄道では、グラスゴーセントラル駅とエアー駅とを結ぶエアーシャー、コースト線が通っており、 プレストウィックタウン駅とプレストウィック空港駅に30分おきに電車が来る。グラス号まではおよそ50分。南の終着点はウィグタウンシャー海岸のストランダー港だがエアで乗り換えなければならない。A79 号線が通り、グラス号とストランダーを結ぶ A77 号線とラーグストグリーノックのエアーシャー海岸を走る A78 号線と合流する。 廃墟となった聖ニコラオス教会聖ニコラオス教会の案内板墓地にあるアンドリュー・ストラスの案内板駅の近くに墓地に囲まれた小さな教会の廃墟がある。1860年代にプレストウィックゴルフクラブでグリーンキーパーの異名を取ったアンドリュー・ストラスはこの墓地に埋葬された。クライド湾を構成するプレストウィック湾沿いには1 6トルに 渡って遊歩道が整備されており、子供の遊び場も2カ所ある。プレストウィックゴルフクラブでは、第1回大会の1860年大会から1872年大会まで12回にわたり全英オープンが開かれた。街にはこの他にもセントニコラスとセントカスワーツの2カ所のゴルフ場があるが、このうち南部にあるセントニコラオスは伝統あるリンクスである。 プレストウィックには小学校が3校と中等学校が1校の計4校がある。プレストウィックアカデミーは町内の3校と郊外のモンクトンや市民ントンの小学校を束ねる中等学校である。ニ二アン小学校の児童はクイーン・マーガレット・アカデミーかプレストウィック・アカデミーに進学する。ありがとうございます。